リトルウィッチは株式会社フローフ氏が展開する目元専門の化粧品ブランドである。日本国内及び東南アジアで展開している。メディカル化粧品として化粧品の使用による肌トラブルに悩みを抱える女性向けに製品開発を進めている。メイクがそのままエイジングケアにおブランドコンセプトとしてフローフ氏が運営する目元専門の総合美容クリニック。 アイビューティークリニックの皮膚専門の医師が医学、美容の視点から製品の研究開発を進めているとしている。独自の天然エイジングケア成分、エンドミネラルを全ての製品に配合している。ブランド名はもともとはリトルウィッチではなくリトルスイートウィッチだった。ウィッチは年を重ねても美しさはいつまでも決して失わない魔女を意味し、リトルは小さい。 若いという意味ではなく、女性の心の中に常に存在し続ける、大人の可愛さすなわち一輪の花を意味する。同ブランドのイメージモデルを務めていた、木下幸なが2011年2月に、結婚披露宴を開催した際、引き出物に、モテマスカラが使用されたことを、商品の宣伝において取り上げたほか、同商品を使用して女性からプロポーズし、婚約成立した際に、同社が、 引き出物をプロデュースするキャンペーンも行った。2012年10月より中野ゆい花が出演するモテマスカラのテレビコマーシャルが放映されている。同ブランドでは商品の企画に消費者のニーズを反映するため Facebook の公式ファンページとして仮想企業株式会社モテマスカラを運営し商品の企画やカラー名のアイデアを募るなど 消費者と共に化粧品を作り上げる姿勢をとっている。涙袋をメイクするモテ涙袋モイスチャーは、韓流メイクアップアーティストの本田ダリエが、同社のフェイスブックページに投稿した涙袋専用メイクの開発提案が、きっかけとなって商品化され、雑誌、日経トレンディによる2012年ヒット商品ベスト、32も選ばれている。ブランドコンセプト、 マイナスリトルウィッチ皮膚専門家開発、リトルウィッチハットアイビューティークリニック、ハットブランドコンセプト、マイナスリトルウィッチ、美容液配合のマスカラってところが新しい。キャンキャン、第32巻、第2号、小学館、2012年12月23日発行、148ページ、Facebook、株式会社モテマスから7月31日記事の、コメント欄参照。 木下ゆきなさんが引き出物に選んだ話題のモテマスカラが累計売り上げ50万本を突破。記念企画実施中から PR ニュースニュースリリース掲載サイト。目の下の涙袋を強調して目を大きく見せる化粧品が人気日経トレンディネット2012年は前向き革新がト。2013年は楽しい健康がキーワード日経トレンディネット。 ありがとうございます。